バカみたいに裏作業をしていたおかげで、相棒を最終段階まで進化させることができたミツナは、ひなつお姉さんの依頼を達成するため、グレンの湿地に向かうことに。隋の遺跡に到着したミツナは、ユーガオおばあちゃんと共に、ガチでやべえクマ、通称ガチグマを狩猟する。金太郎のごとく、ガチグマをフルボッコにしたミツナは、おばあちゃんの誤解も解き、裏作業に入るのであった。転がれ、舞姫のごとく。こんにちは、こんばんは、おはようございます。ゲーム実況者のミツです。ポケモンレジェンズアルセウス第6回の実況をやっていきます。よろしくお願いします。相も変わらず1ヶ月以上ね、皆様もお待たせしておりますけれども、何卒今回もよろしくお願いします。本当に裏作業が多くて苦戦している毎日ではございますけれども、本当にコツ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 とタスクをこなしております。私ゲーム実況者のミツでございます。さて前回なんですが、収録したのが早1ヶ月半ぐらい前の話なので、内容がうろ覚えなところもありますけれども、確か前回はおばあちゃんを助けたんだよね。助けたというかなんというかなんですけど、でそこでクマと戦いまして、で新しいライトポケモンも手に入れました。で次はひなつお姉さんを探してきてねみたいなところで終わったと思います。で新しい場所に着いたんですが、新しい場所に着いたということはもちろん新しいポケモンも出てくるわけであって、新しいポケモンが出てくるということは新しいタスクも出てくるわけですね。それをこなしてたらもう早1ヶ月半ですよ。なんてこったい果たしてどうなってしまうんだこのゲーム実況はいつ完結するんだということで、毎日毎日ビクビクしながらタスクをこなしておりました。でそんな私もですね、プレイ時間が早125時間経過しておりまして、前回の収録の時には確かプレイ時間が80時間ぐらいだったので、あれから約40時間が経過しております。まあだいたい1日1ヶ月1時間ペースで1ヶ月間やっていたわけですね。で、ポケモン図鑑もですね、なかなかに集まっておりまして、見てくださいよ。登録がもう102匹もいます。102匹。前回が確か、80、いや、もっと少なかったか。60匹ぐらいだったので、結局40時間かけて40種類のポケモンが手に入ってるわけですね。素晴らしいですね。で、未報告タスクはもちろん99でカンストしております。で、内容としては、まあまあまあ、大体のポケモンのタスクをね、バーってこなしてたんですよね。もうタスクをさ、こなしててさ、もう一番やる気がなくなってしまうのが、例えばこのピカチュウの10万ボルトを見た数っていうので40とか出てくると、あーって、40回も10万ボルトやんなきゃいけねえんだ、みたいな感じで、まあちょっとね、辛い気持ちになってしまうんですけれども、まあ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 、そこはいいでしょう。こんな感じで、マスキッパもね、たくさん犠牲を、産んでしまったんですけれども、952匹倒して経験値稼ぎをしておりました。本当に、毒タイプのポケモンがたくさん出てきてですね、いろいろ倒しておりまして、タスクもこんな感じでこなしておりました。で、報告はね、この後やっていきたいと思いますけれども、前もね、だいぶ、大量のタスクをね、更新した記憶があるんですけれども、今回はそれ以上にこなしてるんじゃないかなと、ちょっと自負をしておりますので、博士への報告が楽しみなんですよね。で、ですね、ここで一個皆様にご報告がございまして、スタメンが、決まりました。約2匹。まあ、相棒はもちろんスタメンにいたんですけれども、ベベーンということで、紹介していきましょう。相棒の新しい仲間が増えました。トノガマということで、はい。まあ、毒ロックですね。毒格闘ということで、ちょっと使ってみようかなと思いまして、こいつ、毒好き岩砕き第一の力ベノムショック。はい。まあ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 、ステータス的にもこんな感じですね。はい。で、もう一匹が、はい、トゲチックですね。チョッキー、女の子です。トゲピーをね、やっと夏季進化させることができまして、前々からね、いろんなポケモンの実況動画の中で、トゲキッスを入れてくれってね、お話を伺っておりましたので、ちょっとね、光の石が手に入るかどうかはわかんないんですけど、一応トゲチックをスタメンに入れてみました。で、フェアリー飛行で飛行タイプがね、今のメンバーに足りていないと思ったので、入れてみようと思いました。神通力、ドレインキス、エアスラッシュ、エアカッターということで、まあ、レベルね、まだ50なので、強さはそこまで垣間見れてないんですけれども、
他のね、2匹に比べると。他の2匹についてはレベル60まで上がっておりますので、ちょっとチョッキちゃんが劣ってるかなっていうところはあるんですけども、時間を見つけてレベリングしていきたいと思っております。はい。ということで、今のですね、ボックスなんですが、よいしょ。まあ、こんな感じで牧場がありまして、全部で、まあ、30個ボックスがあるわけですね。29個か。ボックスがあって、もうパンパンです、ボックスが。もう、こんな感じでいろんなポケモンを捕まえておりまして、で、逃がしたらどうかとかっていうお話もあるんですけれども、まだですね、タスクを完全にこなしきれてないポケモンに関しては逃がしてません。はい。っていうのと、あとこういうところでたくさん、俺、裏作業やってるんだぜっていうマウントを取りたいがために、こうやって残してます。うんなの知ったこっちゃねえって話なんですけど、まあこんな感じで、はい、タスクをこなしておりまして、そんな中ですね、見てくださいよ。まあこの木村の色違いをお見せしたと思うんですけれども、新たに3匹色違いを見つけましたよ。ゴルダックの色違いですね。こんな色してるんだね。くちばしのところが赤色っぽくなってますね。はい、これ見れんのかな？しっかり。あー、こんな感じですね。ゴルダックの色違い。で、次。ゴーストですね。色違い見つけました。口の色が違うのかな？うん。こんな感じですね。こんなんわからんよな。パッと見わからんですが、若干紫色が薄くなってんのかな？この体の色というかね。で、これはマジで初めて見たんですけど、ゴローンの色違いが出てきました。残念ながら、石つぶての色違いじゃなくって、ゴローンの石つぶてが野生で出てきただけだったので、石つぶての色違いを見ることができていないんですけれども、こんな感じですね。まあ今までポケモンの実況やってて、いろんなね、色違いを見つけてはいたんですけども、今回はシリーズね、まだパート6にして、4体も色違いを見つけられてるので、だいぶ運がいい方かなと思っております。アルセウスになって色違いの出現率が上がってるのかどうかは知りませんけど、果たしてどうなんでしょうかね。まあ125時間やって4体出てきてるので、まあまあまあ、運はいい方じゃないかなと思っておりますが、果たして。さあ、ということで、ご託はいいので、博士にね、報告したいと思います。楽しみですね。どんな感じで来るのか。約40時間かけた結果が見れますよ、皆さん。博士。おお、たくさんのポケモンを捕まえましたね。そりゃもう、報告をお願いするのです。何匹ぐらい捕まえたかな？まあ、軽く2、300はいると思うんですけど、お願いします。はい。おー、11ページにわたってですね。これ前も数えたけど、1234、1234、5678910。1ページにつき、40匹いるので、約440かな？ 434匹捕まえました。あ、でも思ったより、そんな捕まえてなかったか。うん。まあまあまあ、こんな感じです。タスクをこなすとね、こういうことになるんですよ。はい。捕まえたポケモンの数434匹、30匹以上まとめて報告しました。捕まえたポケモンの種類は33匹、初めて捕まえたポケモンは26匹、背面取りは88匹、捕まえた親分ポケモンは3匹捕まえました。すげえ、お金いっぱいもらえた。147,591円。ありがとうございます。すごいね。多分そこら辺の高校生より稼いでるぞ、これ。バイト代より稼いでんじゃねえか。毎度ー。調査が進んだようですね。早速報告してください。はーい。なるほど。得られた情報で図鑑を更新やったぜ。やっと更新されましたね。うん。あー、これいいね。ちゃんとね、色が変わるのいいですな。うん。わー、いっぱいいるな。完璧になったやつは多分いないんじゃないかな。完璧ってなかなかできないからね。あ、いた。ロゼリア、完璧になった。素晴らしい。いいですな。まあ、こんな感じで、はい。ちょこちょこね、タスクもこなして図鑑も埋めております。すごいね。素晴らしい。登録更新されたポケモンは53匹。達成した図鑑のタスクの数は860。ページが完成したポケモンは41匹です。ポケモン研究ポイントは34,810ポイント溜まっております。これまた団員のランク上がるんじゃないか。すごい成果です。団員ランク昇格ですね。はい。
じゃあとりあえず先に報告しちゃいましょうか。じゃあ戻りましょう。ということで9つ星ダインとなりました。てっきりねもうカンストするかなと思ったんですけど、まだまだ足りないみたいです。今の研究ポイントは 34,810 で、すごいね、次のダインランクまであと 25,190 ポイントいりますね。すごいなこれ。これワンチャンカンストしたかなって自負してたんですけど、まだまだね奥が深いですな。って言っても全然ポケモンいないからね、まだね始まったばっかりなんで、この実況シリーズもまだまだ先がねありますね。絶対カンストさせてやんぞまあでもこのペースでタスクをこなしていけば多分大丈夫だと思いますけどね。じゃあとりあえず目的は果たしに行きますか。やっと着いたよ。裏作業やってる時に何回かここ来ちゃったんですよねそのためにうわーっつってリセットしてたんですけど、あ、ミツナ、ガチグマは倒しましたよ。助けたよ。もうずいぶん前のことだけどね、ありがとう。で、どうしてここに？あなたに会いに来たんですよ。ガチグマのおかげ、芋餅。まあ、ガチグマ乗ってないけどな。私の食べた芋餅の匂いを辿ってきたの？すごいな、ガチグマ。さすが、神王様に力をもらったポケモンの子孫だね。私は、罰が当たったのか、ポケモンに追われ、足をひねっちゃった。おんぶしてきますよ。おお、ユーガおばあちゃん、なんか久々に見たな。いたいた。あなたが日夏だね。あの、ユーガオさん、私、あの、この通り、謝りますよ。お、ばあちゃんもついに認めたな。今後の小娘と思い、あしらっていたことを含めて。そうだね。わしが悪かったに、申し訳ない。え、あの、だって。トレディアが荒ぶったのも、ガチグマが暴れたのも、あなたは悪くない。むしろ2匹を助けようとしたんだろ。なのにあなたの話を聞かなくてさ、これでは長く生きてる意味がないよ。いえ、私もきちんと説明できなくて、荒ぶったドレディアに近づいたガチグマがドレディアの香りでおかしくなってしまったのに。あ、そういうこと。なるほど、ガチグマについてた何かの粉はドレディアのものだね。ね、その足どうしたんだい。いや、いいですよユーガオさん、私がおんぶしてきますんで。沈め玉の材料を集めていて、転んで足をひねって。あらあら。ことぶき村を訪ねたのは、銀河団にガチグマのことを頼むのと、クラフトのことを教えてもらうためでもあったんだ。ラベン博士に沈め玉のことを教わり、ドレディアの好きな餌を集めて、沈め玉を作ってみたんだけど。銀河団の技術すごいな。私もいろいろ教わりたいよ。お、銀河団に入るかい。お、だったらよ、事態を解決しねえとな。いつの間に。リーダー、なーに一人で背負い込んでんだ。そんなに頼りねえのか俺は。まあ頼りねえな。神王様を見たこともねえし、ドレディアの異変も想像できなかったし。おいミツナ、日夏がこしらえた沈め玉、舞台の戦場まで運んでいくからよ。舞台の戦場。大丈夫ですからね、ミツナがドレディアを沈めてくれる。これで万事解決ですよ。何勝手に言っちゃってんのばあちゃん。いや、やるよ、やるけどさ。ミツナ、あなたはドレディアの金庫場であり舞台の戦場に向かいなさいな。ひなつはわしと相棒のビーダルで。私が連れてくって。ちゃんと村までおんぶして連れてくって。お、いいな。私もお姉さんの足を見てあげたいんだが、ちょっとどいてもらっていいですかおばあちゃん。私が足を直すから。ねえ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 、お姉さん、みんな優しいな。それはね、ひなつお姉ちゃんもよ。ビーダルな、散々経験値稼ぎに使わせてもらったぜ。じゃあとりあえずその舞台の戦場、ここだねもうすでにね名前が出ておりますけれども、じゃあここに向かいますか。来たってことは準備万端ってことよな。もちろん。荒ぶっても美しいドレディアの姿、とくと拝見させていただこうぜ。お前
待たせしましたね。早いな、ばあちゃん。おお、お姉さんもご無事で。ほら、日夏の足も、わしの塗り薬でバッチリですよ。ゆうがおさん、新時代のあんたに、いろいろ迷惑をかけて申し訳ねえ。仲良くね、みんな。この子は自分一人で解決しようとして、抱えきれず、かえってみんなに迷惑をかけましたが、行動の根底は前進です。峠クイーンドレディアは、舞姫のごとく絶え間なく動くからね。ほう。バッチリ注目しながら回避に専念するのもありだね。ってことはあれか、バサギリの時みたいにアクション性が求められるってことですか？ああ、回避してればドレディアも疲れて隙を見せる。そこでポケモンの入ったボールを投げ、強さを見せつけるんだろ。頼んだぜ。ひたすらドッジロールかませばいいってことかい？それならね、キングダムハーツで慣れたこの、ドッジロールの腕を見せてあげましょう。ひたすら転げ回って逃げ回ってたからな。さあ来るか。でもなんかドレディアだから綺麗そうよね。うわー、霧だ。クイーンだからな。来た。うわー、なんだ、こんなスタイリッシュだっけドレディアって。おお。基本的にキングとかクイーンはこういう風に金ピカなんだな。おお、峠クイーンドレディア。さあ行こうか。回避で回復で Y ボタンの回避は無敵状態となってポケモンの技をかわすことができます。ポケモンの妨害に対してうまくタイミングを合わせ回避してください。で、沼の沈め玉を持ってますね。よし、タイミングを見て回避すればいいんだな。すげえ元気だけど。ああ、こういうことか。ははは。飛んでくるタイミングでうまく避ければいいってことか。で、力つけたタイミングでうまく当てればいいのかな。これもう投げてたの？そういうわけじゃないの。おう、当たった。お、ポケモンを投げてる戦い。よし、所詮草だろ。さあチョッキ行きましょう。レベル30だって。うーん、レベル的には勝ってますが、バサ切りの時のことがありますので油断は大敵ですが、じゃあ力技でいくか。エアスラッシュ、オラオラ。はい、終了。さあ沈めても投げる。ふい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 。いつもな、間違えるんだよ。バサ切りの時も散々間違えたからな。オッケー、当たりました。で、バサギリの時と同じパターンですね。うん。あらー。すごいスタイリッシュになっちまって。相棒おめでとう、レベル61。はい、プレートプレート。草のタイプの石板、あるポケモンに使うと草の力を得る。ありがとうな。ドレディアだけでなく、ひなつを作ってくれてよ。ガチグマのことといい、ドレディアのことといい、あんたすごいな。ふん、やっぱりドレディアが荒ぶるのってふさわしくないや。デイデイ。ひなつ、おめえ謝るべき人がいるだろ。いいのよ、気にしなくて。
年端のいかない若い娘さんなら周りが見えなくなるなんてよくある話。すべての命は別の命と出会い何かを生み出す。隋の遺跡に残された言葉、きっと神王様の教え。もっともわしも誰かさんの頑張りを見るまで忘れていましたけど、誰のことだろうね。夕顔さん、恩に来ます。ひなつ、一人で抱え込むんじゃないよ。キャプテンはポケモンと寄り添うことを知っている人間だろ。はい、ごめんなさい。夕顔さんにまとめられたら俺が怒るわけにもいかねえや。大丈夫です、ひなつさんは私が責任を持って守りますよ。ひなつ、おめえの中の正義を通そうとしたのはいい、だけどよ、嘘だけは勘弁してくれや。おめえはそのままでいいや。ドレディアにまたに何かあれば、今度は正しいやり方で守れ。そのために鍛えておけよ。うん。ひなつ、これからは共に湿地を守るとしますかね。ガチュウグマのこと、カイには金剛団と銀河団に救われたと伝えておきます。ミツナ、ご苦労様。三つの団が手を携えた一日でしたね。ぜひ同盟を組みましょう。わしとしては楽しかったですよ。ではごきげんよう。俺は金剛団リーダーの席、時を司る神王様を崇める者。時は移ろうものだからよ、変化を恐れずに俺たちの時代に良くしていけばいい。それにはあんたらを助けるのがいいって気がするからよ。じゃあな。三つな、ありがとう。私はドレディアと話すよ。私も混ぜてよ。あなたみたいないい子が荒ぶるなんてどうしたんだよ。でも私が悪いよな。ちゃんと守れずに欺いて。デデイ、あ、電木団長に任務完了の報告をする。はーい。あ、誰もいない。しょうがねえな。はい、作ってきましたよ。ドレディアを無事に沈めたのだな。はいはい。ならばよし。銀河団が翡翠地方で暮らすため、場合によってはポケモンと戦うだろう。だがそれも争いのない新天地を作り出すため、時空の裂け目から落ちてきたお前、時空の裂け目より雷にて荒ぶるキング、もしかして関わりがあったりせぬだろうな。何疑ってんのかい？ないことを証明するために、裂け目も調べねばならぬかもな。とりあえず、任務は達成ですね。なんか疑われちゃいましたよ。ほらよ、出来たて熱々の芋餅じゃ。もうおなじみですな。みんなと芋餅を味わい、ポケモンの研究調査をまとめ、ぐっすり眠る。良いことです。毎日同じようなことの繰り返しで、調査も生活の準備も進んでるのかな。君は一体何をしてるんだ。そうだ、ミツナに刺激のあるものをやるよ。なんだ、ひなつお姉さんのブロ、なんだよなんだよ、バリバリ最強ナンバーワンか。はい、ノープロブレムです。自分を信じることです。そうすれば生きる道も見えてきます。この言葉を信じるのです。そうすればいつかポケモン図鑑も完成します。今回のアルセウスでポケモン図鑑を完全に完璧にこなした人っているんですかね。すごいよな。そしたら、さあ一夜明けました。お、ひなつお姉さん、おはよう。あら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 、みつな、私、散髪屋で働く。おお、これじゃいつでも会えますね、これから。私だけが言える、髪型も選べるようにする、素晴らしい。もちろん、ドレディアのキャプテンも続ける。二足のわらじってやつ？うん。で、相変わらずおばあちゃんと一緒だね。ミツナも散髪屋においでよ。髪結いしてやるからさ。へぇ。お。沢さんも散髪屋の後継者ができてよかった。電木さん、ガチグマのことだけど。ことぶき村で働くのであれば、どこの誰であろうと大切な仲間。ひなつ殿、
よろしく頼む。よかったね。まあこれをきっかけにね、他の団とも仲良くできるといいですな。ミツナ、始まりの浜へに向かうぞ。なんだデートか。ついてこい。なんだなんだ。始まりの砂だって。何、なんだなんだ。ん、翡翠地方にいらしたばかりの方々だ。これから寿村で共に暮らす。へえ。いらっしゃいませ。銀河団が初上陸したのがここ八幡の浜。あなたたちの新しい生活もここから始まりますぞ。ハチ、翡翠地方は強く怖い野生のポケモンが多くいると聞いてます。ですが銀河団はポケモンに詳しく、不思議な力を借りて寿村を発展させているとか。その通りです。それらの伝聞は調査隊ミツナのおかげ。まあそうですね、私がこの村をね、幾度となく救ってますから、私があってのこの村ですよ。みんなでさらに寿村を発展させ翡翠で暮らしていきましょう。電木さん、よろしくお願いいたします。で、これだけのために呼んだのかい。調査隊がポケモンを調べることで安心して行動できる範囲が広がり、彼らを受け入れることができた。ミツナ、お前は本当にポケモンが好きなのだな。はい。それは好きじゃなきゃこんなに時間かけてタスクこなさないよ。うむ、ポケモンは銀河団の同胞を何人も襲っている。それでも好きというのは調査隊に必要な資質かもな。よいか、ポケモンは恐ろしい生き物。共に暮らすにせよ、そうでないにせよ、ポケモンのことは詳しく知っておかねばならない。ほう。この電木、団長として寿村の皆を守るためであれば、時として過断な処置を下す。なんだ。ボス、真珠団の海さんがいらしてます。あの件だな。なんだ、同盟か。海お姉さんと、ん、見つなよ。調査隊の働きによって変わりつつある寿村の様子を見ろ。その上で団長室に来るのだ。よいな。結局私は何のためにここに呼ばれたの。私はここに何しに来たの。お、かよ姉さん。グレンの湿地でのポケモン調査ご苦労である。いいえ、三成は次なるエリア群青の海岸に赴いてもらう。ってことはきっと水タイプのポケモンがいっぱい手に入るんだな。いい加減ね、海の中で泳がせてほしいんですよね。海の中っていうか、基本的に沈まないようにしてほしいんだよな。最初に言っておく。群青の海岸にキングはおらぬ。ほう。クイーンがいる？ミツナさん、説明するね。キングだけど、数年前にはいたの。ただ、不慮の事故で、あら、命を落として。そのキングがいた場所で、怪しい影を見かけるとの報告が入ってきてな。そこを調査しろと。さらには皮膚基地まで材料を集めていた警備隊と製造隊の隊員が幽霊に襲われたとも報告している。水、幽霊、ほう。私としてもキングバーを荒らされるわけには、荒らされるのは許せないの。でも群青の海岸にいるキャプテンは訳ありで。また訳ありかい。もうわかるな。お前に調査を命じる。はーい。キングのいない島。うん。かよ姉さんとデートができるんですか？私は群青の海岸で待ってるね。お。三田さんにはおかしなことを頼んじゃって申し訳ないよ。いや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 、なんてそんなこと言うんですか。かよ姉さんのためなら、たとえ水の中、海の中ですよ。三田は仕事のできる隊員。任せておけばよいのです。まあ、それを団長に呼ばれるとちょっと腹が立つな。ちょっとイラッとすんな。そうだね。森キングを沈めた三浦さんの強さ、優しさ、私は。そうでしょ、かよ姉さん。ねえ。で、次なる調査対象のエリアは、群青の海岸。グレンの湿地よりも遥かに遠く、陸路での遠征となる。ほう。君のランクであれば、群青の海岸も調査可能。まあ、9つ星ですから、私。命令する。皮膚基島を調査せよ。皮膚基島？
なんかいろんな情報があってすごいな。タイプがバラバラになりそうだけど、火やら水やらなんか幽霊やら、何なんだもう何なんだ。さあまた新しいフィールドですよ。またここでタスクをこなすのって。おお、何あれ、奥の方のやつ、角みたいなやつが出てるけど、カイロスかなバカでけえカイロスがいるんじゃねえか。あれ、群青の海岸、クラブとかいるかな。水タイプもいねえからな、うち大量には。群青の海岸です。ご覧の通り広がる海と空、水タイプのポケモン、飛行タイプのポケモン。おお、どんなポケモンが待ってるでしょうか。お、一人でポケモンスナップやる気か、博士。ポケモン調査も楽しみですが、気をつけて任務に当たってください。何か質問はありますか？はい、先生。次のタスクはいくつぐらいあるんでしょうか？それによっては次の動画の更新も変わってくるんですけれども。日吹島について、キャプテンについて。そうだな、キャプテン。群青の海岸には、真珠団のガラナさんと、混合団の鈴木さん。へぇ、二人ともいるんだ。真珠団の人もいるし、混合団もいるんだ。二人のキャプテンがいるのです。へぇ、そんなパターンもあるんだ。二人か。とりあえず、海洋姉さんがあそこで待ってるので、軽くお話を聞いて、探索できるようになったら今回はおしまいにしようかな。海洋姉さん、お待たせしました。お。その笛を僕にください。笛はいい、音色はどこまでも届きそうで。私の笛と交換しませんか？うん、今の私、あなただとここ…戦うの？まあいいですけど。時空の裂け目、その先に広がる空間を知る人よ、参ります。またグレイシアと戦うのかな。あ、やっぱりジョッキーだけどやられそう。あ、なんか出てきたぞ、お前。ちょっと待って。ちょっと待って。二対一とは、卑怯なり。ちょっと待って。おい、それはずるくねえか、いくらなんでも。どうしよう。どうしよう。まあ、チェンジしよっか。さすがにね、やられそうなんで、殿釜にチェンジしてみましょう。ちょっと二対一とは卑怯なりよ。さあ行こうぜ、殿釜。早技、なんだ、せっか？ちょん。ちょんって。さあ、グレイシア。レイビーム！まあ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 。そうか。早技だ。うお。早技だし、せっかだし、早えな。じゃあ、砕くか。砕くか。さあ、グレイシアを砕く！オッケー。で、あ、イーブレベル15回。まだ育成途中なのかな。へえ。じゃあもう一丁湯爆弾キープ。はい、さよなら。やったぜ、殿釜。さすがだぜ。決着！水野ちゃんの勝ち！まあ余裕ですな。すっきりした。世界は広く。私は小さいな。ありがとう。あなたのポケモンを元気にするね。ありがとう。まさか2対1で攻撃してくると思いませんでしたよ、かよお姉さん。うん。あなたになら本音を話せそうだよ。そうだよ。本音で、なんだ？電木さんとは団の長同士。弱みを見せたくないし。どうして私があれこれ背負ってしまってるのかな。あのね、海岸にいるキャプテンはガラナちゃんと、ガラナちゃんということは女の子ですね。名前からは分かりませんでしたが。ただ世話をするキングもいないし、キングの後継も育っていないし、キャプテンにふさわしくないと異を唱えるのもいるんだよ。でもそれは、そのね、ガラナちゃんのせいではない気がしますけど。でも、誰が何と言おうと、私にはとても大事な人。なんだ、妹かなんかかな。真珠団の長の座をめぐって、いろいろ競い、教えてもらったし。
それで頼みというのは。いいよ、そのガラナお姉ちゃんを助けてあげましょう。彼女が連れてるキングの後継を鍛えてほしい。ほう。あ、いるっちゃいるんだ。へえ。あなたの強さであればキングの後継も独り立ちできるし、そうすれば異を唱える者も彼女をキャプテンとして認めるよね。ほう。荒ぶるバサギリを元に戻し、真珠団を助けてくれたあなたなら大丈夫だと信じてるよ。まあ、それはやるけど。ガラナちゃんならここを下って左手の坂を登った先にいるはず。ほえ。どれどれ、まずはマップを。おおおお、なんだここ、すごい手みたいになってる。へえ、ほらすごい左手みたいになってる。上は、へえ、なんか面白い形してんな。これが日吹島か。で、目的はここだね。じゃあそれまでにこの辺にいるポケモンたちをちょっと乱獲してみよっか、裏作業で。じゃあ、おお、いるじゃねえか、ほら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 、いるじゃん。じゃあまた奴らの捕獲というか、なんというか、タスクをこなすのは次回までの裏作業としてやっておきましょうか。いやー、やはり1ヶ月ぶりにやる収録となりましたので、いろいろね、拙い部分もあったと思いますけれども、今回はここまでにしておきたいと思います。あ、くそ、乗れねえよいしょ。はい、ということで、いかがだったでしょうか。ポケモンレジェンズアルセウスの第6回の実況でございましたが、今回はここまでにしておきましょう。まあちょっとずつではありますけれども、スタメンのね、候補もこうやって上がってきておりますので、今回もね、裏作業でいろんなポケモンを捕まえたり、タスクをこなしていく中で、あ、こいつだなっていうのがいればスタメンに入れていきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、先ほど見てもらって分かります通り、タスクをこなすのにかなり時間がかかってしまっておりますので、次の更新がね、また1ヶ月以上先になっちゃうかもしれないんですけれども、何卒またね、長い目で見ていただければと思います。よろしくお願いします。ツイッターとブログやっておりますので、ぜひぜひ覗いてみてください。ではまた次回の実況の方でお会いしましょう。しばらくバイバイです。